アフガンにクワイエットと呼ばれるスナイパーが出没している。ソ連軍要人の被害も後を絶たないようだ。被害は決まって同じ場所だが、山狩りをしても何の痕跡も出ず、見張りをつけても全く動きがない。にもかかわらずまたその場所で死者が出る。そんなことができるやつ、あんた思い当たるか？人間は皆どんなに静止していたとしても何かしら波紋を立てる。呼吸、脈動、食事、排泄、体温、汗、完全に存在を消すことができるとしたら、それは化け物、まさにクワイエットだ。だがこいつの目的は？現地ゲリラならそんな戦術は使わない。人間離れした傭兵を頼むあてもないだろう。それに被害に遭ったソ連軍の要人、彼らは皆ここで行われている極秘兵器開発の反対派や会議派だった。推進派にとっては邪魔者だが、消したとしてもソ連軍に得はない。よってこの狙撃手はゲリラの味方でもなく、ソ連のためでもない、人間技とは思えない能力を持つ暗殺者ということになる。ミラーは言っていた。奴はサイファーの殺し屋だ。永遠に沈黙させろ。だが俺は殺すのには反対だ。生きたまま捕まえてこいつの沈黙を破らせたい。たとえ口を開かないとしても語ってくれることはたくさんあるはずだ。ボス、これだけは覚えておいてくれ。推測が正しければ確実にあんたもこのスナイパーの獲物に入っていることになる。だから前に進むときは常に静寂に気をつけろ。クワイエットはどこかにいる。できれば奴を生きたまま捕らえてくれ。